おはようございます。榎本高木です。今日のテーマは原価率といっぱい当たり利益の違いっていうのを考えたいと思います。例えばですね、ラーメン屋でよく言う言葉でチャーシュー麺は儲からないっていうふうに言うことがあります。で、これなんでかっていうと、例えば普通のラーメンにプラス200円でチャーシューを乗せる、これがチャーシュー麺になるっていうことですけども、例えば200円アップしてそれの原価が約 50%、 そうすると必ず原価率が上がってしまいます。でもラーメン屋って単品商売なので、原価率だけを考えるよりも一杯あたりの利益っていうことで考えた方がいいんですね。なので今話したチャーシュー麺の話でも、プラス200円で原価 50% だとすると、普通のラーメンと比べた時に一杯あたりの利益はプラス100円になるっていうことになります。なのでラーメン屋の場合は一杯あたりの利益がいくらになるのかっていうことを考えて、どの商品をお勧めしていくのかっていうのを決めるといいと思います。今日の動画の内容も動画の説明欄に文章で解説してありますので、ぜひそちらも見てください。それでは今日も一日張り切っていきましょう。あなたはできる。